わかりましたよ。リニアさんは機械人形のメイド見習いさんなのですね。それにその耳から生えているのはリニアハンドなのですよね。あ、後輩さんですか。では私が先輩さんですね。はい、冬葉さんはリニアの先輩さんです。そうでしたか。なら先輩らしく振る舞わなければなりませんね。はい。ならリニアさんには挨拶代わりに階段をうさぎ跳びで50往復してもらいます。すぐです。わかりました。でも今は高弘さんのお手伝いをしてまして。高弘さん、どうしましょうか。え、時に高弘さん、少しお聞きしたいのですが、ウサギ跳びって何なんでしょうか。はい、何か思いのほかリニアさんが怯えてしまっているので少し気になりまして。もしかしたら私はとんでもない間違いをしでかしたのでしょうか。今朝見たテレビで先輩後輩というのは挨拶代わりにそのようにさせると、そのようなお話だったのですが、もしかしたら何か違っていたのでしょうか。あ、はい、わかりました。それではまた今度ということで。仲良くしましょうね、リニアさん。ニコ。お仕事なら私もお手伝いしますよ。コンピュータ言語関係の本ですね。何に使われるのですか？なぜこのような本を読まれるのですか？これって11月分の決算書ですか？え？そこに書いてあるじゃないですか。11月の決算って穴が開いて。はい、世界に存在する大体の言語は読めます。マシン言語も人並みには。はい、申し訳ありません。それは知りません。無限人語というのは。はい、すみません。よろしかったら全部お読みしましょうか？はい。
喜んでお手伝いさせていただきます。まずこの項目ですが、パタパタ、ここは867番という項目になってますよ。パタパタ、ここの11月4日に181とありまして、それがプラス10ドルとあるのですよ。パタパタ、高弘さんは数字をすべて暗記なされているのですか？パタパタ、とても心地よかったですよ。本当ですか？はい、私はとても暑がりなので、暑いのがとても苦手なのですよ。はい。リニアさん？はい。ありがとうございました。はい。そうだ、お礼にお茶を私が入れましょう。私が入れますよ。と言いますか、入れてきます。行ってしまわれました。終わりましたね、お疲れ様。お茶が入りましたよ。ありがとうございます。リニアグズでこれぐらいしかできませんから。この香りは紅茶ですかね。リニアさん、いただきます。しまうようですよ。こんな素晴らしいお茶が入れられるなんて、リニアさんは素晴らしいですね。ありがとうございます。この微妙な渋み、苦み、そして芳香な香り、このお茶は、リニアさん、はい、紅茶ですね。
はい、お紅茶です。お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、そうだ、明日から高博さんのお目覚めをお手伝いしなければなりません。朝、高博さんのところにお邪魔しに行きますので、よろしくお願いします。ペコリ、おやすみなさい。ああ、もう食べられないよ。そんな激しくしたら私壊れちゃうよ。あ、ほんとだ。あー、そうか、旦那と一緒に寝ようと思って来たんだった。で、ベッドで待ってたら寝ちゃったんだな。なるほど。ベッドの中の護衛はお任せあれ。さあさあ、
ぞ。おはようございます。寝てしまったようです。すみません、すみません。高博さんの寝顔を見ていたら、なんか起こすのが悪いような気がして。ギリギリまで起こすのを待っていたら、うとうとと気持ちよくなってしまって。